くなって全員が戦って頑張ってきました。この悔しさは当日が来年絶対晴らしてくれると思うので、また帝京平成大学でもよろしくお願いします。気をつけやれ。みんなそれぞれがやるべきことをやろうっていう風に決めて、ピッチに立てる選手たちはその応援に応えられるように戦おうってことで戦ったんですけど、悔しいですけど。昨年も日テレさんと試合して、自分らも悔しい思いをした中で、来年こそは勝とうっていう気持ちでこの1年間チーム一丸となってやってきたんですけど、結果としては0対2という形で終わってしまって、非常に悔しい思いは強いんですけど、でもこの1年間やってきたことは絶対間違いではないし、また前向いて来年に向けてもみんな切り替えてやっていこうってことで、悔しいですけど、でもみんなで高め合いながらやってきてすごい良かったなと思います。勝てなくてすごい申し訳ない気持ちが大きくて、この試合は本当にチーム一丸となってできたと思うので、結果としては良かったかなと思います。自分らの学年は4年生が5人で少なくて、その中の選手でやってるのが3人で、1人キューブでやってたんですけど、その中でやっぱ一番は後輩たちにすごい感謝しないといけないなと思ってて、自分もその長い時間ピッチに立てる選手じゃなかったからこそ、後輩たちがここまで連れてきてくれて本当に感謝してるし、このチームの良さはもう全員で戦えるっていうのがすごい良さだったので、だからその面でもすごい後輩たちには感謝の気持ちでいっぱいです。今のチームとあんまりメンバーも抜けないし変わんないので、その分、この1年間そのメンバーでやってこれたことはすごい大きいことだし、もっと来年今回この舞台に立って悔しい思いをした分、来年もこの悔しさを忘れずにやってほしいし、もっともっと上手くなって、それで見てる人たちを楽しめるようなサッカーも絶対できると思うので、頑張ってほしいなって思います。悔しい思いをたくさんしてきた、学年だったと思うし、最後も特に、思いがすごくあったと思うので、涙しながらこう選手たちに後輩に託した言葉が、あったと思うので、ぜひこの4年生が作ってくれた、チームのこう残してくれたものっていうのがあると思うので、そういうところを引き継いでいきながらも、彼女たちも次の、舞台でまた輝いてくれればと思います。ありがとう。